というわけで、ホライゾン、ゼロドーン。ちょっとだけやっていきましょう、寝る前に。どこで差がついてしまったのか。どこまで行ったっけ？まだ試験してないんだっけ？ちょっとで終わらないやついや、終わる終わる。終わり上ます試よ。練まで行けるん？コンテとロードゲームって違うの？今月のフリップは購入処理しましたか？今月のフリップまだですね。バレットガールズ2のフリップが来てるんだよな。あれ結構面白かった。パッケージ持ってるから購入処理しといたら、なんとパッケージなしで遊べちゃうんだぜ。やったぜ。一体どこで差がついてしまったのか。慢心、環境の違い、試験終わりくらいがキリ良さそうかな。今月ゲーム出過ぎユーないチんューバーならよ。ず、しかもジャケットも眺めて楽しめるんだ。そうだよ。今月ゲーム出過ぎないんよ、マジで。このゲームもそうだしさ、ゼルダとかさ、ねえ、カグラライトゾゥーンンと持ってか、ましたね、プレステさんだけど。カグラトゥーンとかさ、あ、やべやべやべ、赤い敵い明かる。りは危険信号。やばい、久しぶりでも覚えてない。やばいやばいやばい。もう久しぶりで覚えてない。そういうのも今月です。そう、そうそう。弾丸論破とか。で、ねえ、カグラトゥーン出て、そのうち使う。ねえ、ユーノも出て、もうねえ、勘弁してくださいよ。ゼルダも出てるでしょ？スイッチ買ってらんねえんすよ。で弾もマ丸ジ論で、破買い損ねて未だに変えてマねジでなんかちょっと損した気分するけど、Wii U でやっちゃおうかなって思ってるわ、ゼルダは。ソフトだけで手いっぱいだ。うん、お全金然持ちめにちなゃりくちてえゃわ。面白いですよ。うん、ただなんか、いいから買えよスイッチ。じ全然ゃあ、かなじり面ゃあ、白いですモカちゃんよ。3万ちょうだい、3万。モカちゃんが3万くれたら買うわ。ゼルダそやのりた自い。分も迷ってる。だから Wii U でやって損した気分にならないかどうかっていう。モカちゃんはよ。さすがモカさん。俺もモカちゃんが3万くれたらもう1個スイッチ買うわ。株主モカちゃん、ウィーユ反空のお、タフなにだ。なに？話があるって。どうしたの、パパ。あ、準備は。ニコニ試コ験のワか。ルダビまトだに準は備できまてだなでい。きてない。すぐに戻るよ。ウィーユよりスイートピーそのう方か。がいいですよ。だから話を聞いてんのか。金があったら買うっつってんだよ。金がねえから我話は慢するある。か、Wii U 版を買うかって二択になってんだよ。我慢できないんだよ。じゃあ僕は我慢してスイッチ、僕はスイッチ夏頃には買うと思うから、夏までゼルダを我慢すればいいの？じゃあ。ちょっと待って、どうしようかな。もう行っちゃおうかな、試験。夏まで我慢できるかな。モカちゃんゼルダ SD めっちゃ面白スイッそうなんチだいらもん。ないじゃない。あー、ちょっと、あぶ、お金死ぬ死かぬ。けてスイッチ。死んじゃう。風たくでお茶を濁そう。準備は。ありだな。夏まで我慢してしまったらプレイしなさそうだな。ああ、そう、まあな。夏になったら夏になったただで別のゲームやりたく想なる。像以上にうるさい。来るのは初めてだっモたな。カちゃんと一緒に暮らせばいい。近いとこんな大きいのか。じきに故郷 YouTuber はのようスにイッ思チえ舐る。めてるって聞い平気ただ。けど本当？スプラにあるならスイッチじどうゃだかね。な。夏まで借りればいいんや。大長老のティルサ様んをとね、頼るといい。任天堂ファンには怒質られる問かはもあしるれないか？けど、スイッチね、別バージョンで出そうな気がする。最後に出教ねええるかこな。とはある。ない。自ちょっ然とから改良学べる版こととはか。全て学んだ。まあでも夏までは出ねえか。自然じゃない。あなたから教わった。まあ、出るとしても1年後とかだ弓とな。槍があそこで役に立つかどうか。アールお前が長年望んだものは弓と金槍剣でしか勝ち剣取れん軍の一ぞ。枚一だから必ず真マイ実ナーだ。チェンジ版が出る。廉価モデル待ちは3年コース。出るとしたら時間かかりそう。最近うん。の流行りだ中でからは一しば体らく何しをしたてらん出るだ。だろうね。バッテリー強化版的な。
人々が祝い、宴をしている。ちょっと読み上げ切るわ。ゲームのストーリー入ってこないな、頭に。大長老が終わす場所であり、野良族の中心地、聖地の宝石だ。焦るな。時期好きになる。かつて、私がそうだったように。好きになるって言われてるんだけど、受け入れてもらえるんですか、そもそも。受け入れてくれる。そうだよ。だから言っただろう。異端児であっても試練に出られると掟にある。試練を通過した異端児は義勇兵となる、だったな。でも掟を重んじる人ばかりじゃない。そうだそうだ。信念を持て。部族はお前を認める。準備できたよ。準備はできてる。数日で家に戻る？私は家には戻らん。ほら。なんだ、死ぬのか。もう取っておけ。もう足が動かないんだとか。違う。お守り。あ、まるでもう会えないみたいな言い方。オカリナとかじゃない。嘘。やだ。お前は部族と共に。だが私は異端者だ。言っただろ、心配しなくていいって。こっそり会いに行く。そうだそうだ。掟を破るのは私で、あなたじゃない。話しかけなくてもいい。この私とのつながりは足かせとなる。頼むからお前は部族と共に生きてくれ。孤独はもう十分味わったろう。孤独じゃなかった。お前のためだ。そうだよ、ロストがいたよ。私は二度と会わぬよう姿を消す。これでお別れだな。ひどい選択肢があるんだけど。ひどすぎる。まあ、必ずまた会えるとかにしとこう。いや違う。足跡はたどれる。どこにいようと見つけるさ。そうだよ。今回は無理だ。絶対いつだって絶対見つけるからな。見つけてやるさ。これを身につけて会いに行く。大いなる母の加護を、アーロイ。あなたも。で、試練は、あ、もういない。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 試練だ。いないか。それから後を追えばいいさ。じゃあ試練行くか。てってってりり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 ん。ここから引き返すか、血を見るか、好きにしろ。お前の血がな、みたいな選択肢ない。あら、さあさあどいて。道を開けてその子を入れてあげなさい。母のおばあちゃんだ。おばあちゃん歓迎しますよ。さあ大丈夫です。皆あんなに無礼ではない。あなたティルさん。ええ、そうですよ。さあ来なさい。このおばあちゃん後ろから刺されそうだよね。待っていたのですよ。あ、大丈夫かな。ただすまないが行かなくては。今夜は他にも来客がいます。え、何？別の部族、カージャの特使です。試練を見に来たのですが、ノラはカージャを嫌っている。カージャ？気にしないで大丈夫。後で話しましょう。さあさあ祭りを楽しんで。寝る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 。右の道を進めばそなたに会いたがっている者がいますよ。ん？でも知り合いなんていない。いないよ。それはどうかしらね。知り合いなんていないよ。後で話しましょう。女神のご加護。どうなってるんだ。右の道と言われたら右には行かない。右ってこっち。思い出すな。ここ大好き。これは毎年恒例だな。あ、思い出すわ。思い出すけど試練そのものより
なんないなんないなんない、どんどんってどんどん。で、知り合いって誰かいたっけ。こっち？お守りください。ここじゃない。知り合いって誰のことだろう。あ、なんか落ちてる。全部試さないとね。あ、違う、あったかいだけだ。なるほどなるほどなるほど、そうだね。何が起こっても母の意思で止めて眠ること。ほら、君だろ。あ、デブだ。痩せてるデブだ。君はアーロイだよ。名前間違ってないよな。お前がティルサの言ってたお友達か。誰の、うん、名前が出たからわかる。僕のこと覚えてないのか。覚えてないけど、覚えてないけど名前出てる。僕はテブ。あ、デブじゃなくてテブだったんだ。助けてくれた時はマジか。あの時私が助けた。あのことは忘れない。君が試練に参加すればまた会えるかなって思ってた。見ての通り、腕利き狩人にはなれなくて、代わりに縫製師になったんだ。服や防具を作ってる。この日のために君の防具を作っておいたんだ。さあ、ほら。いくらするんだ。そうだ、いくらするんだ。あたさ。時間経ったけど、助けてくれた俺だ。さあ、どうぞ。これ今装備してるのがこれ？ん？違う。これ購入だな。購入画面だな。あ、じゃあこれ、この服をくれるってこと？なるほど。じゃあくれよ。でももっといい装備あるんじゃないのこれ。もらったのはいいけど、ガン無視して他のつけてもいいよね、これ多分。ダメかなダメかな。これ効果の内容って見れないのかな。攻撃力かなこれ。これ多分隠れ力。なんか買えるんだよな普通に、お金貯めたから。もらった服売っても多分そんなでもないんじゃない。値段ついてないから多分売れないんじゃないかな。追加の防御効果はないがアップグレード可能。これもらった服ガン無視してやっぱり別の服着ちゃおうぜ。これ何がいいかな。隠密にしようかな。これお、これいいじゃん。いや高え、よく見たらシャード200 200って相当だな。いやでもこれ隠密力高い。ウォッチャーのレンズ2つでこれ買ってみようかな。買えるし。そして、テブからもらった服は、ちょっと試着しただけで、捨てると。売却。あ、売れないわ。売れなかった。あ、なんか、別の。無料試作品の箱っていうのもらった。その気になったら着ればいいよ。その気にならなかった。どうもありがとう。この服じゃねえんだよな。君のものだ。防具としてはこっちの方がいいだろう。前のよりは。お前の作った服じゃねえけどな。長所があるんだ。もちろん短所もね。ごめんね。引き止めちゃったかな。ティルサ様を探すのなら
長老の館に行くといい。見ればすぐにわかる。外に怒った群衆がいる大きな木の建物だ。ティルサが他の部族から使いが来てるって言ってた。そう、みんなそれで怒ってる。あ、まあ、でもこの人から変えたんだから。この人が作ったのかな。トマトが飛び交ってるんじゃないかな。それか石かも。槍じゃないといいけれど、どっちにしても頭上に注意。なんで喧嘩してんだろう。柔らかい怪我を見つけてくるまでするやつかな。お、座れる。よいしょ。いいな。なんか特に楽器とかないの？あ、楽器ないね。そういえば太鼓しかない。あ、なんか埋まってる。今は話したくないわ。埋まってるよ。お母さん、お母さん埋まってるよ。お母さん、この時期が1年で一番好き。お母さん埋まってるな。はみ出てんじゃない。下お母さん座標おかしいね。はみ出てる。まあいいか。焚き火、焚き火。あれセーブポイントじゃない。なるほど。あ、これ人ん家入れんじゃねえ。これ壺割ろうぜ。壺、壺割ろうぜ。ルピー出るかもしれんぞ。ないな。今先行くか。ジャーグ、そこから降りてってば。せいかしら。この酔っ払いが。今年のビールはどうして家を登らなきゃならないのよ。家登っ、あ、登ってる。他人の家の屋根を登ったらダメだって言いたいのか。なんか登ってる。ほら降りな。あ、登れるんじゃねこれ。お前は俺に頭から落ちてほしいんだろ。私の望みはあんたが降りることよ。あ、惜しい。お前の望みは俺が一切楽しまないことだ。あ、登れる登れる。後ろからなんか。あ、そうする。後ろから押してあげたらね。ほら、はい。ほら、あの長い黒い髪の覚えてる。あいつの言いなりにはならない。見えなくなるくらい高く登ってやる。なんか精神が病んでるなこの人。やばい、お父さん登るんだよ。ここちょっと、あー、あ、むずい。押すの。まあいいや。か、ここ何やってんだろう。まずはじめに、すべての命が大いなる母から生まれた人、機械。あ、やばい、退屈な話してる。退屈な話してる。これダメだ。とてもじゃないけど5年前には及ばないわ。おお、これ箱。よし、誰も見てない。よし、母の恵みを受けながらもなお、アロイ、こっちだ。なになに、あ、この人いつも物を売ってくれる人。カルスト、ここで何してる。おい、こら、初対面のふりするんだ。荒野では異端者と取引しちゃならないって起きてだろ。覚えてるよ。話しかけてくれるなんて優しい。おい、怒るなよ。明日の試練じゃお前を応援してんだぞ。お前が勝ったらあいつらどんな顔するだろうな。ほら、最後に補充が必要だって言うなら何でも言ってくれ。あ、さっきシャード使っちゃったな。それじゃあ始めるか。さっき使っちゃったな。武器売ってんじゃんね、これね。これ買ったよね、ロープキャスター。あ、違う、ロープキャスター買ってねえな。これトラップキャスターを買ったんだ。へえ、カージャスリング。速射は効かないが効果範囲の広い属性付きの爆弾を射出できる。へえ、爆弾ってよくない。あ、楽しそう。え、めっちゃ楽しそう、これ。
こっちはこっち。あー、これムービーで見た。高速中に攻撃すると高速の効果が解除が早まってしまう。どっちかな。こっち弾高そうだな。ロープキャスターにしよう。これ買う。また今度。また今度。次会う時は義勇兵だな。